はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ第3回やっていきたいと思います。ちょっとなんか家に来ないとセーブができなかったんで、家に戻ってきたんですけど、何もすることなくジャングルの方へね、今回は向かっていきたいと思います。あ、でもアーティファクトも手に入れてんのか。まあ いや、とりあえずジャングル行こう。適正レベルとかがいまいちわかんねえかんな。防御力は前回兜を買ってっていうか拾ったやつなんだけど、兜をかぶって一応盾を装備したところになってるんで、ここではさすがに武器は持てないで、ジャングルの奥へじゃあ行きますか。こっち行けねえじゃん。あ、え、なになになに、人間ってうるさいから大嫌い。ここ妖精の国に一番近いところか。2番って見えたんだけど、迷いやすいから気をつけて。いや、ジャングルとかって迷うのは相場が決まってるよな。これ敵？いや違うか。あ、宝箱がある、回収しよう。獣肉、ん、なんかいる。道に迷ってる。人間は勘が鈍い。勘ですす腐った肉とか、まあ、ずっとここにあったらそれは肉も腐るわな。あ、ゾンビみたいなのがいる。盾、一応これ盾でやってんのか。いて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 、どうなってる、誰を攻撃してる。とりあえずこれやってればなんか倒せるやつは倒せるかな。いや、つえ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 、待って待って、経験値は回収しとかないとマジで。やい、いっけ。あ、当たるとちゃんとああなるのか。当たってないだけだったんだな。ちょ、待って、回収、マジでこれ回収しないといけない。何、いや潰れたんだけど。ちょ、待って、ガードしよう、しっかり。え、ちょ、待って、どうなってんだよ。あの攻撃が強いんだな。いって、俺が倒れるのか先か、貴様が倒れるのか先か。二重力、こんだけ頑張って二重力か。上とかいける、いけねえや。ちょ、敵が出てくるようになったな。あっ、強え。おお、あった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 、結構減るな。これは無敵だよね。体系は今結構当てやすい。まず先行して一人倒す。あれ、ちょっと待って、張り付かれたんだけど。強攻撃、チョコ、必殺技マスターダブルハウンド、岩盤転移、わかんねえんだけど何なんだ。ダブルハウンドみたいなの手に入れたから、ちょっと待って、 R1 だよ、 R1 にやんなきゃいけないんだよ。え、何これ。あ、斧のダブルハウンドっていうのもあるんだ。あ、剣技が書いてあるじゃん。ショートレンジヒット、威力中、それだけじゃ分かんねえんだけど。あれ、これ最初のとこ。あ、そうだな、戻されたね。左の方に行ってみる。あ、かぼちゃみてえなのがあれかな、目印になるのかな。いや、そうでもねえな、いっぱいあるしね。下の方はいけない。こっちか、いけるとすれば。まあ、行ったことないところだっけ、出てきた変なのが。
なんかあいつガードしてんの。おお、ダブルハウンド。え、おおおおおお、お、いいねいいねいいね。ちょっと待って、まずは回収、レベルアップ。ここにいれば全部取れるってわけでもない。一回チダブルハイジャンプ、上、こんなところが通れるなんて、あのトンチンカにわかるかな。わかんねえだろうな。なんかどっか行ったんだけど、うつろな人。あっちから来たよね、こっちから。保養地って何、全然保養になんないんだけど、ひるんでくれるとマジすげえ助かる。一発で消えよ。あ、待って待って、回収回収回収中、金も回収する。そしてダブルハウンド。まあある程度寄ってくれるからね、必殺技使ってる時も。帽子、燃え盛る羽。あ、なんだなんだなんだ、え、なに、ね、なに、こんにちは、道に迷わないおまじない。え、よくわかんないんだけど、宝箱、鋭い爪。いけねえな、さっきやつが行った方へ行くか、こっち側。え、ここ通ったな。あれ、ここ最初のとこ、いや最初のとこだな。豆一族、一匹1、10、100、1000万、10万、捕まえていただければたんまり謝礼します。え、何、どういうこと、私を捕まえるんだ、あの丸い物体を捕まえるんです。あ、行っちゃった、行っちゃったし、ここ最初のとこだしね。あれ、いる、プは、プ、なんか捕まえらんねえんだけど。最初右行って、じゃあカボチャが動いてるよな。てかさ、まじないみたいなのかけてもらったけど、こんなとこ道あったっけな。マイカ行ってみりゃ分かる。俺も行ってみよう。ん、なんかいる、怪しげな感じがする。覚悟を決めないといけない。俺も行くぜ。あ、んやろ、まだ何も捕まえても見つけてもいない。ルーカテは見つけてないが、この奥になんかでかい獣が寝てんのは見つけた。捕まえてみれば金になるかもしれない。金になる、そっちじゃねえよ。象がある、セーブができんのか。一応まあセーブしていくか。要所形、こっちへ行こう。え、宝箱は取れる、これ協賛。僕の名前はエモニュー。妖精の様子が変、妹のシルキー、それを調べに。なんだこれ、盛り雨の園。ルーカテも暴れていること、シルキーはどこかに隠れている。ルーカテの剣が終わってからでいいので、シルキーを探してほしい。はい、こいつ何、あれ、なんかわかんねえ、シルエットがわかんねえんだけど。ん、こいつ帰ってきてる。ハッソンが行った方は妖精の森、行ったらジャングルの入り口で飛ばされちまうぜ。俺が出てきた方の部屋に変な獣がいる、話しかけてみな。いや、話しかけたはかけたよ。あれ、起きてる。
ドゥーカテはこのジャングルのことを知り尽くしている。一人や二人では捕まえられん。お前も手を貸してやるといい。ドゥーカテも近頃いたずらが過ぎてみんな困っている。ドゥーカテって何？さっきの丸いやつ。あ、違うな。もういまいちなんか内容が分かんないんだよね。一回戻るか。ここから先は妖精の森、人間は来ないで。え、追い出されたんだけど入り口に。豆一族といえば伝説の種族、それがなぜこんなところに謎です。ちょ、もう一回探索するか。まずここは上に行かなきゃいけない。で、こいつがいいんじゃん。というかって何度も見かけたんだが、オイラ一人で捕まえるのはちょっと無理だ。オイラと組まないか。ハッソンと3人で組もう。3人でいけんの俺。結託そうあり、誰が案内しちゃったの。キャハハ、結局組まないで終わってしまった。ああ、でこいつと組めんのかな、じゃあ。じゃあ協力する。どこ行っちゃったよ。どこ行ったんだ。入った。うおお、何、どっから出てきてる。また迷い始めた。こいつは協力する。なんだ、結局一緒に戦ってくれるわけではないのか。そしてどこへ行けばいいんだかさっぱりわかんねえ。ここが南の森。こいつまたいるな。こっちだ。今度は見失わない。早いな。あ、こいつも来た。先へ行けということか。どっちだ、上か下かわかんねえ。で、ゾンビマンがいるな。あった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 。ダブルハンド、お前らまとめて切り殺す。これ下のやつ当たってねえし。経験値を俺にくれ。こいつハマってたのにちょっともったいなかったな。あ、張り付かれた。これさ、ダブルハンド使えばいいんじゃね。張り付きもろとも吹っ飛ばす。ケゲチケゲチ金買いたい。何なの、振りほどけるか。超鬱陶しいんだけどこいつ。あったあった、超やべえ。ガードガードしてもさ、それなりに減るんだけど。ここで回復してもあんま意味ないしね。あ、宝箱がある、回収しよう。毒の粉、もはや何に使うんだか分かんねえんだけど。ちょっと待って、杖、こいつら杖、普通にちゃんと少し攻撃したら離れよう。そして溜まったらもうすぐひたたた打つ。割とすぐ溜まるからね。威力はでもあんまり強くないのかな。使いやすいは使いやすい気がするけど。飛べ飛べ飛べ。こいつ結構経験値持ってない。
立ち鬱陶しいこいつ。パックンチョコ。お、なんかいる。普通のやつかい。消えよ。ダブルハンド。2対1。いえ、小人になった。しかし関係ない。小さな。てか、たかが手に入れられなかったな、今。消えたな。いや、なんか今度は、また、新しい敵がいる。しかし、これではめられる。1対1だったらもうこれで完全にはめられるんだけど、ある程度。うわ、すげえ経験値持ってる。52。なんかボスっぽい。でかっ。待って、俺一人でやんの。当たる、これ当たってんな。ボスだろうがなんだろうがはめられる。強い。これ片手剣だからこの振りだよね、多分。他の武器とか全然試してないからね。試してないけどさ、これが強え。万能すぎるんだけど。多分これずっと見させられる感じになると思うけど少々お待ちください。うわはは。ちょっと待って、ハメがハメ抜けされた。てか俺がタイミングをずらしただけなんだけどさ。リズムゲー、あれなんだこいつ。あ、ヒゲチ。待って、宝箱に引っかかる。すげえ、一気に2レベル上がったんだけど。240。100円。これ結構金不足になんな。あんまり金が手に入んないからね。わはは。おいらたち仲悪いけど、弱虫なところは同じ。いざって時にはからっきし。いや、あいつはめれば楽勝だぞ。あなたもわざわざありがとう。お礼をさせてください。500ルク、マジで。いや、これはもう受け取っとこう。金ねえから。ありがとうございます。二人にあげる義理はない。バラ。俺たち強くなれるぜ。獣王終わり。これさっきのやつが獣王だったんだ。なんか大して絡んでないよね、物語に。じゃあちょっとなんだこれ。石板ってさ、町かな。家の隣に置こう。違った、遺跡だった。バラ。なんかマイホームの付近が賑やかになってきたな。ここ砂漠っぽいね。デュマ砂漠。一応もう全部やっちゃう。なんかわかんねえから。とりあえず、どんどん置いてこう。サンゴ。じゃあこの隣にしよう。マドラ海岸。
で、一つ分かったのが、盾は大して役に立たない。だから変えよう。普通に防御力上がるやつにしよう。あとイベントの発生タイミングが分かんないかな。で、強いやつは売ってないよね。そのブロンズの次のやつ、ここら辺のものもちょっと試してみたいは試してみたい。まあ、ヘルムは持ってるから、ヘルムは持ってるから、まあ、ブーツにしとくか。で、これ1個買ってみよう。スプラッシュ、エア、ノバ、火炎、火炎だな。で、まずは装備、ブロンズシールド外す、ブロンズブーツ、でそっからさっき買ったのがこれかな、楽器、火炎のフルート。え、これ何、魔法ノバサーバント、エルライン、前後に広がる。ああ、これをセットすればいいんだな、きっとスキルに。 R2 にしとくか。で、魔法でしょ、火炎のフルート。なんか使う、まあ、いっか。よし、じゃあちょっと新たなところへ行ってみよう。なんかサクッと終わるイベントがいいな。遺跡になんかありそうだけどね。遺跡は一番最後に手に入れたやつだから、ちょっと敵が強いのかな。いまいちそこら辺もわかんないからな。ミンダス遺跡、デュマ砂漠。家と砂漠が近すぎるよな。家の隣は砂漠だからな。環境が悪すぎる。なんかいっぱいいる。これさ、マジで話すの大変なんだけど。大変なんです、知ってるよ。大変だよ、話すの。一大事です。こいつなんか魔法っぽいな、困ってる。他のやつは多分大して話しねえかな。魔導書が盗まれた。お前じゃない、こいつに話したいんだけど。どうしたものか。通りすがりの砂漠の生き物じゃない。何しに来た。怪しいやつ捕まえる。親分、誰が親分だ。この人はメヒアースとは関係ない。古代魔導書を盗んだメフィアンスって男を探している。魔法学園の教師、魔法のこととなると見境がない。図書館で妙な本を見つけた。生徒を集めてこの砂漠に陣を張った。魔導書を取り戻さないといけない。一人では手に負えない。どうしたものか。え、手伝おう。私は家信者、魔法学園の教師、星に願いを。てかここでさ、サラマンダ聞かなそうだよね。連絡はこいつに任せよう。そのくらいはできる。学生の中にはメフィアンスの教え子もいるから気をつけるんだ。じゃあ行くよ。出撃だ。え、ちょっと待って、なんだ、敵かと思った。これ上行ける？行けない。トカゲの肉。先生はこっちを探している。嘘つきだ、先生はそっちに行ってない。ゲーお前メフィアンス気味だな。お前こそ。どっちを信じればいいんだもわからん。てかめちゃくちゃ殴り合ってんな。魔法もたまんないとダメ。そういえばゲージが一応必殺技に分類されてるから。待って待って、
待って、タコ殴りにあった。これちょっとね、一体多数は望むところではない。経験値重要。痛い。こいつらさ、俺より範囲広くねえか、攻撃の。剣がいけないのか。剣使いやすいは使いやすいからな。上は？あ、いける。あれ、チョコを見てなんかいけないか。魔法。え？何これ？魔法がわからん。3発ずつ、さすがに。あれだな、隙が出る。隙が出るけど、最後の3発いけそうな時は、撃っちゃってもいいよな。ちょ、待って。これは、必殺技に逃れる。ダブルハンド。消えよ。羽が綺麗だな。いや、なんもねえな。今何レベル？ 7 レベル。シンクロヒットポイントアップって言っても誰もシンクロする人がいない。お前をはめ殺す。なんだこりゃ、なんかガッとしてる。おおおおおお、ちょ待って、金重要。あ、消えた。1個消えてしまった。中肉。今のところここら辺のアイテムの使い道が分かんないからな。あれ、なんかいる。まずは戦うと。サビの粉。ここは倒産。え、強豪突破する。後悔するぞ若者よ。ツインタワーの威力。なんだこいつら。いけない。さよなら。おい、お前ら、カシンジャ先生の子分はどうした？バッチシです。こっちの道に迷い込ませました。そっちは正解の道だ。だからお前に任せるの嫌なんだよ。なんだそりゃ。あれ、なんかいる。敵かいな。いや、ダブルハンド使おう。まずはこれでとりあえずこれ回収しないと。アイテムをゲット。あれ、なんか兜手に入れたな。上がるかな。鍋よりは帽子もあるのか。なんか上がってる。これ上がってるのか上がってないのか。プラスになってるから上がってるか。はい、決定。鎧が欲しいな。北側ヒットポイントが高い。それなりに苦労するような倒すのに。しまった、逆やっちゃった。あれ、隙が出なかったな今。でアイテム1個とかね、なんかいいアイテムがないと割に合わんな。2発までだったらまだいいか。2発撃っちゃったら少しためを解除しよう。うお、経験値の具合が分かんねえ。ソルジャーメット、また新しいの手に入れたな。頭ばっかり手に入る。3、あれ、なんかが増えんな。まあいいや。これ何の叩き、切り、突き、魔法、そういう感じか。一応分かれてんだ、属性っていうか。ザンダトッツみたいな。ゲッ、なんだこいつら。ここは通行止め。丘を渡れ、引き返せ、強豪突破する。
命知らずめ。なんだこれ、こっちはいけねえかな。ちょいと待っとくれ、間に合った。メフィアンスは2人分の魔力を継承した強力な魔導士。何か始めたら周りが見えないから準備を怠ると痛い目に遭う。もうボスってこと？お前もちょっと一緒に戦ってくれよ。今一人なんて話せる。用意はいいかい？いや大丈夫だ、オッケー。よし行くよ。あ、一緒に戦ってくれんじゃん。メフィアンス。何やってんの？なんか家臣じゃか。何を企んでるのか知らないけど魔導書を返してもらおう。ボロ本ならいらなくなったから処分した。すべて暗記した。さすがだな。星を生み出す術。その装置、星を生むつもりか。星を思うがままに従える術も試す。星を落とす。天空の星が落ち地上の町々を破壊し尽くす。それが魔導の力。遅い遅い遅い。うわ、え、めっちゃ吹っ飛ばされてんだけど。いや強え。じゃめんどくさ。ちょっとこいつらが一直線にいるうちに軸をずらしてダブルハウンド。溜まったら使うかも。ちょっと待って、 69% しゃがむとどうなる？あ、早い。それなりに回復すんな。遠距離攻撃はちょっとめんどくさいな。あれ一体だったらもう完全にはめ殺せるかな。来た、撃ってきたらもうちょっと退避しよう。見てから何とでもなる。で、ダブルハンド使おう。溜まったらひたすら使っちゃおう。で、先に一体始末したいからな。なんか隙が出るときと隙がいって、3連続打ってもさ、隙が出ないときがある。違いがわからん。これはもう撃つ。なるべく2体巻き込みたいんだよ。なんかあんまり強くねえな。巻き込みやすいのか。体だけ割りみたいなやつにしてみる。てか魔法の使い道がわかんねえな。あーちゃ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 ー。いて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 。やばい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 、ちょっと回復しよう。 5% くらいは回復できんな。空竹割り、この入り込みをガー外した。ちょっと手前に行くのか。空竹割りはこいつから先に倒してな。長期戦になりそうだ。あいつ引っかかってんだな。あのまま引っかかってろ。俺はこいつを始末する。痛い。てかメーター何個あるんだよマジで。まだいって回復回復回復。やった、来る前に来た。あれまだか。あ、ダブルハンドいける。ほら、決定的な攻撃力はないんだよな。まあその分すぐ溜まるんだけどね。2体いるっていうのがやっぱり鬱陶しいな。このゲームは複数体相手にするのが大変。1体だったらマジでどこにでもなるかな。あ、使える。
先に一体倒せばもうこっちのもんなんだよ。あ、もう少し。あ、ちゃ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 。よし、いけるはずだ。これは大した経験値持ってね。あとはお前だけだ。これを繰り返す。ちょっと早いな。何、反撃してくる。ダブルハンドも混ぜていくか。じゃあピオラないね。一応回復しよう。 10% くらいは安定して。ピオってくれればな、早いんだけどな。このハメだけだとでもピヨんないよね。やばい、少し隙が出たら必殺技を使って無敵時間で隙を解除しよう。ひたすらこの作業だ。あ、ピヨった。おらおらおら、強攻撃混ぜよう。倒した。なんか経験値もらえてる気がしないんだけど。レベルアップしたけどさ、だって50だよ。こんな苦労して怪我はなかったかい。砂漠の外まで飛ばしやがった。待て、ファーディール最大のショーの始まり。え？ああ花火。まあよかったよね、これ取っときな。壊れた人形、星に願いを。終わり。はい、ということで、さっきのボスはね、時間がかかった割には大した経験値くんなかったんで、なんかこういうの悲しいよね。というわけで今回はここで終了したいと思います。もうこれただひたすらこうイベントを進めていく感じかね。でまあなんかいつか強大な敵が現れるイベントが出るような、そんな流れですかね。まあちょっとわかんないけど、当分はこうやって一つ一つイベントをこなしていくようなところになりそうですけれども、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。